はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングですね。オイゲンシュタットに来たところからやっていきます。まあ、セーブが宿屋で、都合上宿屋から開始してますけれども、まあ、まず一番最初はここに義勇軍がいるんで、おい君で、こいつから地図をかっぱらいます。もう用はない、あっち行け。で、ここら辺に固まってるね。まずはスキルだな。百が何があるんだ。城塞騎士、大型剣ダヤリ、鍛冶屋、棍棒碑発掘で、剣士はあって、旅称サバイバル、マニピュレーション、交渉、あ、これ結構いいな。25円だし、ちょっと買っとくか。で、2にする、63すんのか。やっぱり2にするのがそこそこかかるな。で、光、小型剣って何、細剣とは違うの。俺小型剣じゃないよね、細剣だよね。どれだ、細剣、あるよね、細剣。あ、でも別か。ちょっと光でも2にしときたいな。光は2にしときたい。で、あと主婦が、主婦もこれ魚醤1は持っとこうくらいで大丈夫かな。大型剣、両手斧とかもガトの村に売ってたからね。どうしよう。あ、縦スキルが、あ、縦使うか。いや、ちょ、覚えとこう、これ。万能装32は結構高かったんだよ。細剣は多分シフは使わないな。うん、こんなもんでいいでしょう。で、さすがにバルハル属戦士はいや、もう最終的にはいなくなるからね。で、あ、こっちはお金か。鉱石サーチ安いっちゃ安いけど、あ、サーチして発掘しなきゃいけないのか。なかなか細かいな。クライミングも覚えとこう。警戒はいいや、ステルスかとこう。だった、金がなくなる。いいや、これで。全然他のお店とか見てないけど。いらっしゃい。ここは術で、ここはいらっしゃいませ。え、ちょっと待って待って待って、いらっしゃいませ。何これ。青龍洞騎士団領支店、支店なのこれ。強化するのかちょっと分かんねえな。強化は見るだけ見る。いらっしゃいませ。ドレスソードを青銅だと攻撃が下がるけど耐久力とかが上がるのか。あ、それいいね。いいねっていうか、よくはないな別に。何かがマイナスになるのか。あ、書いてあるな。強度を犠牲にして武器性能を1段階強化します。何かが犠牲になるのか、やっぱり。あ、そうだね。てか強度補正って何、よくわかんない。ちょっとわかんない。いらっしゃいませ。武器、ドレスソードは細剣か。攻撃力12、タウンソード、これ欲しいな。売ってないけど。で、戦斧があって、戦斧欲しい。なんか欲しいのばっかりだな。660円か。シフが多分大木弾メインになってるから今。バルハル族の装備してるのが戦斧なんだよね。で、シフは手斧だから、これ買っちゃおう。おう、477円。一応防具見よう。あ、盾売ってんじゃん。銃騎士570円、足んね。これ1個買おう。タワシも売ってる、タワーシールド。金が完全なくなったな。あ、これでいきますか。手斧を単純に戦斧にする。で、戦斧を使ってるときは多分盾が発動するから大盾装備しとこう。これでいいでしょう。ローザリアや帝国へ行きたいのならば、ミルザブールから船に乗るんだね。ミルザブールは騎士団領の首都ともいえる町だ。もっとずっと北だよ。これでミルザブール行けるようになりましたと。いらっしゃいませ。あ、こっちも売ってんじゃん、いろいろ。ダイアリか。ダイアリはでも使ってないかな。長弓結構強いじゃん。攻撃性能19ある。ライトヘルム、
あれ今帽子かぶってんだよね。帽子だったらライトヘルムの方が良くないか。100円、ちょうど、ちょっと待って、200円残しとこう。ラファエル様って思ってる人がいるらしいわよ。ショック。でも私諦めないわよ。強い女だ。ではちょっとオイデンシュタットのハインリッヒに会いに行って、でモンスター討伐があると思うのでそれをやりますか。モンスター討伐が終わったらローザリアへ帰るっていう、まあ、そんな流れですね。並んでる。こいつは何してんの、仕事突っ立ってるだけじゃん。ラファエル、こんにちは。私はラファエル、騎士団の騎士です。へえ。ドハインリヒ、よくおいでになられた。私はこの城の主、ハインリヒ。おお、あれよくいらした。あれこっちじゃなかったっけ。よくいらした。なんかこれから騎士団で会議があるんだ、出席しますかみたいな、なんなかったっけ。こんにちは、私はラファエル、騎士団の騎士です。え、ちょっとわかんねえ。ミルザブル行ってみる。ちゃっちゃと出て、ミルザブール。到着。で、ミルザブールに来たらまずはやっぱり義勇軍だな。こいつか。ちげえし。どこだ。あのじいさんは違うでしょ。こいつか。ねえあなた。で地図もらって、あっち行け。でまた見て、右側に全てが集約されてんな。まあ集約してもらってた方が助かる。ここはパブ。なんかいる。シェリルがいるじゃん。友達になろうぜ。私に構わないでください。寂しいこと言うなよ。楽しくやろうって言ってるだけだぜ。私に関わるとあなたが不幸になります。気の利いた断り方だな。不幸になるだとよ。確かに今やつは不幸のどん底だ。うるせえ、ムカつくぜ。ただの酔っ払いだな。シェリルちゃん、私に構わないで。で、あ、これ多分一般兵魔術師だよね。私の術を見てみない。サービスするわよ。あ、別にいらない。詩人さんはなんかある。仲間から外したい人がいるんじゃないですか。これは余計なお世話。私が語る物語を聞いていこう。オイゲンコウは銀の戦士ミルザの盟友でした。彼はミルザと共にサルウィンとの決戦に赴くつもりでした。しかしその前夜、ミルザは言いました。サルーイン語の世界を再建する人物が必要だ。それには自分よりも君の方が適任だ。オイゲンコウは怒り、悲しみ、拒否しました。しかしミルザと仲間たちに説得され、最後には受け入れました。オイゲンコウはご自分の盾をミルザに託しました。この盾が自分の代わりに君を守るだろう。ミルザとサルーインの戦いの後、オイゲンコウがその場所を訪れると、ミルザの持ち物と
ご自分の盾だけが残されていました。オイゲン公は号泣し、ミルザの遺品を持ち帰り、騎士団を創設したのでした。なるほど、いいね、こうやって物語を保管してくれるのは。っていうか、やったはずなんだけど全く覚えてない。で、ちょっと金がもう今ないからな。何かお探し？こっち見てから買えばよかった。ドレスソードは今装備してるやつ。あ、レイピア欲しい。売ってないけど。ナイトヘルム、バードネット、バンプレイス。高級傷薬1個800円もするの。800円使うってことでしょ？まさに高級だな。いらっしゃいませ。バッソガール。大型剣の17。これ基本的に最初攻撃力10で次が17になるのか。まあ、基本的にだけど、あ、これはやっておこう。城塞騎士で、ウィザードそんなに使うか。あ、でもな、アルベルト若干魔法戦士にしたいから覚えるだけ覚えとこう。32円高えな、まあ、1にはしておこう。旅称は45円、サバイバル交渉取っとこう。で、じゃあと何言ってるかくらい見とくか。いらっしゃい。ここはミルザの呪法、生命波動って結構使えた気がする。じゃあお城の中に入って、こいつ話そう。このミルザブールは騎士団領で、で多分これで追現したと行けるようになるんだな。船で経由してきた人が、あいつに話せば北へ行けると。で、ミルザブールがいて、いてっていうか入って、私をぜひ、あ、こいつは兵士じゃないの？一般兵か。いらん、一般兵は。で、モンスター退治でラファエルとテオドールが普通に仲間に加わるはずなんで、一時的に。で、二人開けときたいんだよね。ミンサガは5人なんで、パーティーメンバーが。ようこそミルザブールへ。私はテオドールの娘のコンスタンツと申します。すげえ格好してんな。どういうファッションだ。貴族ではこういうファッションが流行ってんのか。ようこそミルザブールへ。私はこの城の主、テオドールです。え、マジわかんねえ、発声しないんだけど。ようこそミルザブールへ。私はこの城の主、テオドールです。え、もう終わっちゃった。イベント、物語の進行度みたいなのがあって、進行度が進んじゃうとイベントが終わっちゃうんすよ。まあ、それはロマサガのね、普通のロマサガ時代と一緒なんですけれども、え、俺そんなに時間かかった？で、一応ちょっと進行度の確認がざっとできるっちゃできるんで、ネットを見なきゃいけないんだけど、この義勇軍に話しかけると、まあ、いろいろ教えてくれるんですよ。よろしくお願いします。で、冒険について教えてくれると。で、シンってあるじゃないですか。で、これ話が進めば進むほど聞けることが増えてレベルの高い話が聞きたい。これでどれくらいなんだ、今ショップレベルの秘密まで出てんのか。で、ショップレベルの秘密が出てるってことは、あ、ちょうど終わったところだ。一応このネット上の話なんだけど、ショップレベルの秘密だと進行度8なんですよ。進行度8だと騎士団の誇りにかけてが終了する時期みたいなんで、ちょうど終わってますね。そうだよね、だってさっきこのお嬢ちゃん騎士団ってかっこいいみたいなこと言ってたけど、一番最初来た時騎士の信頼が落ちてるから騎士団ってかっこ悪いじゃんって言うはずなんだ。そうだ、終わっちゃった。そんなに俺モンスター退治に時間かかった？別に普通だと思ったんだけどな。まあいいや、終わってるんでしょうがないっす。帰ろう、もう。あ、こいつがいる、話しかけてこう。すみません、これくらいの大きさのニンフの像を探しているんですけど、何か心当たりはありませんか？ニンフ？ええ、ニンフです。下半身が魚みたいな、あの女の子の像なんですけど、知りませんか？あいにくですが、心当たりはありません。
何かお困りのことでもあるのですか？ウコム様のところから3体の像が盗まれたんです。1体は取り返したんですけど、だから私がここにいるんですけど、あと2体を探しているんです。私マリーンって言います。何か手がかりが見つかったら教えてください。ニーフ像見つかりましたか？いいえ、全く手がかりがありません。そうですか、残念です。全く手がかりがわからん。まあ冒険を進めていけばポロッと手に入るかな。で、船乗れる？ちょっと俺金持ってねえんだけど。そういえば船に乗るかい？で、ヨービル、ブルエーレ、あれどっちだ、ヨービルだっけ、ちょっと待って、どっちがどっちだ。ヨービル50円でいけんだ、安いな。金取っといてよかった。で、ビヨーンと、ローザリアに入ればもう大丈夫でしょう。ヨービルで、またレイフィオって、なんか街巡りしかしてねえな今回。街巡りは重要ってか広。義勇軍、地図がないとわからん。あ、いた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 。おい君、永遠なる冒険者。いやでも助かったわ、新コードが分かったからね。でパブに行ってみよう。普通の仲間とかってもういるのかな。あ、一応話、あ、ジョミルがいる。仲間から外し一曲いかが、一曲か、いらん。ジャミルだけか。まあ、一応入れておこう。俺はジャミル、よろしくな。私はアルベルト、イスマス公爵ルドルフの息子です。エスタミルに住んでたんだが、ちょいっとばかし居づらくなってな、ほとぼりを冷ましに旅をしてるってわけさ。役に立ちそうだ。もちろん役に立つぜ。ジャミル、北エスタミルの場所が明らかになった。あ、バーバラ仲間にしてんな、そうすると。で、南エスタミルも行けるようになった。バルハル属戦士、ちょっと名残惜しいけど、ジャミル弱っ。バルハル属戦士、そう思うとむちゃくちゃ強えな。屈強すぎだろ、バルハル属。さて、あと行きたいと、俺術見たかったんだよな。術屋さんはなさそう。スキル屋さんがあっちにあるけど。何かを探し、あ、いいね、ここ。こうやって揃ってるとすげえ買いやすい。ローザリア・サーベル、タウンソード、長剣使いたいよな。ワルンソーさんってか、とにかく金がねえわ。いらっしゃいませ。メイス、スピア、バトルスタッフ。バトルスタッフって手に入れたよね。ガントレット、いやー、いや金が全然足らんわ。金金金、騎士として恥ずかしくないのかって聞きたかったんだけどな。イベントできずに終わっちゃったよ。こいつここか。ジュエルもそんなないしな。マップアビリティ、鍵開け、欲しい。鍵開けらんないと宝箱を目の前にして去っていくことになるからな。マニピュレーションレベル2か。多いとこ金が2円になった。寝ることすらできん。ローザリア重装兵、ローザリア軽装兵。俺あれになりたいんだよ、ローザリア術法師になりたいから。ちょっと一回ワールドマップに出よう。もうここはいいや。で、一回クリスタルシティに行っちゃおう。もうクリスタルシティに行ってナイトハット殿下に謁見しよう。クリスタルシティ、ここはローザリア王国の首都クリスタルシティです。で、またマップが欲しいんで、毎回毎回マップだな。おい君、地図もらって、
いらない。で、魔法屋とスキルショップじゃなくて、パブとスキルショップは覗こう。武器はちょっと金ないからいいや。ロータリア術欲しい。いいね。25で買って、コンボ水着。99。これちょっと、2にしよう。で、ローザリア術法師が、確か、スキル。スキルじゃないな。ちょっと待って、なんか、術をね、合成できた気がするんだよな。スペルかな。術合成を行いますってか、名乗んなきゃいけねえんだ。クラス認定で、今、剣士になってる、こういうローザリア術法師。シャン術合成か。2つの術の要素を取り込んで、新しい術を作り出す。あれ、なんか2術合成でもよかった気がするんだけど。いずれにせよ、あれだ。足りねえわ。術が足りない。つまり、金が足りない。一言で言うと。クリスタルレイクには、あ、これクリスタルレイク行けるようになるんだ、これだけで。へえ。スカブさんを知ってるか。カラム山脈の高く険しい山だ。そこには巨大な鳥の王が住んでいる。家畜でも人でも食っちまうという恐ろしい鳥だ。なんとその巣に行って羽を持ち帰ったどえない勇者がいる。それも二人だけだ。先々代の国王、偉大なカール一世とブラックプリンス、ナイトハレト殿下だ。これでスカーブさんの場所。いや、俺はちょっと仲間が欲しかったんだけど、いないか。じゃあちょっとそのブラックプリンス、ナイトハレト殿下のところへ行きましょう。このまままっすぐ移動速度もうちょっとだけ上げてほしい。さて、いろんな人がいるけど話しかけてる時間がない。全く今回戦闘してないからね。うっちょ待って、私はアルベルト、イスマス公爵ルドルフの息子です。どうぞお通りください。それだけで新人本人かどうか分かんなくね。知ってんの知ってるんだったらなんでガチャってやったんだよっていうね。見れば分かるでしょ。あ、アルベルト様ご無事だったんですかみたいな。ここにいる人たちみんなさ、私はアルベルトですって。まあ主婦は女性だからね、そんなこと言っても通用しないけど。兵士みんな暇してんな。お久しぶりでございます。アルベルト、アルベルトか。アルベルト、無事だったか。去る下流月11日未明、殿下がおいでになった翌朝であります。イスマス城はモンスターの襲撃を受けました。警戒ラインの内側に突然敵が現れたことと、モンスターとは思えぬ統率の取れた攻撃等によってイスマス城は危険な状態になりました。私は父ルドルフの命を受け、姉ディアナと共に殿下に危機を知らせるべく城を脱出しましたが、途中モンスターにより捕捉され、姉とは離れ離れになりました。私だけがローバーンに漂着、そこからブルエーレを経てヨービルへ向かいましたが、今度は船が難破、バルハラントまで流され、騎士団領を経て今ようやくクリスタルパレスに至り、殿下にご報告できました。使者の役目大義だった。お、ジュエルもらえた、やった。しかし時間がかかりすぎました。イスマス城はすでに
な。下がれ。アルベルト、お前は父の使命を果たしたのだ。お前はよくやった。殿下、父と母はどのように？ルドルフ公夫妻は多くの兵士たちと共に広間に倒れていた。激しい戦いだったのだろう。彼らの10倍以上の敵が倒れていた。だが多勢に無勢、一人また一人と倒れ、ついには公自身も力尽きたのだろう。ルドルフ公は愛するマリア殿をかばうように倒れていた。ご夫妻の亡骸はニーサ神殿に埋葬した。姉はどうだったのでしょう？わからん。遺体は見つからなかった。お前の姿を見たとき、リアナも元気にしているものだと思ったのだが。申し訳ございません。すべて私の責任であります。自分を責めるな。リアナもまだ死んだと決まったわけでもない。お前が生き延びたのだからな。追い出された。一応アクアマリンは受けられるよね、依頼。元気か？殿下がスカーブさんへ行ったことがあると。あれ、スカーブさんが先？もう10年ほど前だ。成人した証として何かをしようと考えた。その時思い出したのだ。我が曽祖父、偉大なカール一世がまだ若い時にタイニーフェザーの羽を取りに行った話を。自分も挑戦してやろうとスカーブ山へ出かけた。今考えると無謀な試みだった。まずスカーブ山を登るのに苦労した。タイニーフェザーの巣に着いた時にはもうクタクタで、どうやって羽を手に入れたのかよく覚えていないのだ。あの羽を勇気の証というものもいるが、真相はそういうことだ。いえ、殿下は勇敢です。私も見習いたいものです。ああいう勇気はヒップの勇、本当の勇気とは別のものだ。だが止めはすまい。では失礼します。羽は巣で拾うのだ。間違ってもタイニーフェザーから抜こうなどと考えるな。それでも一人で行ったんだよね。すげえな。あれ、あ、ちょっとアクアマリンの話聞けっかな。ちょ、もう一回。ここは立ち入り禁止です。立ち入り禁止になっちゃった。ひどい。え、アクアマリン終わったとかないよね。あれは別にだってもうクリスタルレイク行けばあるはずだし。ひどい。なんか扱いがさ、ひどいよな。それだけ厳重な警備だっていうことなんだろうけど、アクアマリン取るだけ取りますか。クリスタルレイク行って、警戒が厳しく近づくものは問答無用で攻撃される。そんななってんの今クリスタルレイクって。兵士が守ってるってこと？いえ、いきなり船に乗ってんな。アクションって何？何もない。え、そうやって探すの？あ、来た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 、待って、え、マジで？逃げ帰ろう。俺にはこの移動手段がある。貴様らなどには捕まらん。え、じゃあ先にスカーブさん行けってこと？スカーブさん行くだけ行ってみるか。だったら仲間5人欲しいよな。仲間集め、他のちょっとパブも見て、戦闘を攻めて1回しよう。ジャミルクソ弱いしな。そういえば、ハヤブサの、ま、ツバイじゃなくて戦斧の大木、大木。オイラに任せとけって。あ、でもレイピアを持ってるんだ。構え方がかっこいい。ちょっとつけ覚えた。あ、まあまあまあ火力は出るな。
いいね、強い。シフ、やっぱシフだな。そしてバルハル、お前も立派だ、立派な戦力だ。器用さ、愛、10円。そら金手に入れないと、なんかいらないのとか持ってたっけ。あ、それなりに売れそうだな。でも売って金を稼いで、ちょっとやること、まず物を売ります、金を稼ぎます。で、術を覚えて、術合成させて仲間を集める。で、次回スカブ団へ向かっていきたいと思いますので、ちょっと準備をします。もう仲間が全然見つかんねえから、一般兵でいいや。術を見てみない？サービスするわよ。で、せっかくだから術師一人入れよう。女術師どんだけ強いの。きっと見ると75とかすげえ弱えんだけど。で、何の技が使えるんだ。スペル、光はない、癒しの水、あ、魔があるな。エナジーボールとか使えるのかだけか。まあいいや、とりあえず入れてこう。 LP3 しかね、死んだら終わるな。じゃあこれでちょっととりあえず金稼ぎも目的として、次回スカーブ山をやっていきたいと思います。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。全然戦闘してなかったけどね。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。